共同汽船株式会社はかつて存在した海運会社で兵庫県神戸市に本社を置いていた。明石海峡大橋海通時の1998年4月5日に廃止となった。本校には同社の前身である阿波国共同汽船株式会社の歴史についても解説する。共同汽船株式会社は1887年9月に徳島の愛商人等が 共同出資して設立した海運会社阿波国共同汽船株式会社をその前身とし、1968年に共同汽船株式会社に改称されたものである。阿波国共同汽船を設立した当時、大阪徳島間の海運は大阪商船の独占状態にあったため運賃が高騰していた。当時の徳島の特産品であった愛を大阪に産み、輸して富を築いていた。 徳島の愛商人等はこれを嫌い、より適正な運賃で大阪へ運搬する手段として自前で海運業を起こして設立されたのが阿波国共同汽船であった。阿波国共同汽船が初めて投入した船舶は太陽丸で徳島大阪航路に就航した。阿波国共同汽船の当初の設立目的は愛の適正価格での輸送にあったが、それが一応の収束を見た後は、 阿波国共同鉄道を起業して、徳島県内を吉野川沿いに横切る徳島線の徳島駅と小松島間に鉄道を設徳島の鉄道沿線と大阪、和歌山間を小松島港経由で結ぶ輸送経路の確立に大きく寄与した。なお、共同出資会社の阿波国共同鉄道は、当時の鉄道行政機関であった鉄道員から付設仮り免許を受けた後、 阿ワ国共同規線に買収されている。阿ワ国共同規線は、この徳島小松島間鉄道完成前の徳島小松島航路に第15共同丸を就航させ、さらに徳島小松島間の鉄道線開設後には第28共同丸を就航させ、大阪小松島徳島ルートの輸送力を確保した。なお、徳島小松島間の鉄道路線は、 1913年4月20日の開業と同時に鉄道院に借り上げられ、鉄道院が運営した。その後、1917年9月1日付で、鉄道路線は正式に国有化されることとなった。その後、阿波国共同規制は日本全国に航路を広げ、最盛期には北四航路及び西新た航路にも航路を有する一方、1923年の 徳島繁栄組によるアセツ航路開設や徳島急行商船による食事サービス競争などで競争は激化した。しかし戦時中には経済活動の統制を受け、他の海運業者と共同出資して関西汽船を設立して航路移管したり、ライバル会社であった徳島繁栄組と合併するなどして航路自体が統合整理されることとなった。太平洋戦争終結後、 阿ワ国共同汽船は、戦時中に、関西汽船へと運航移管していた、阿雪航路の変換を要求して受諾される。その結果、大阪小松島航路は、当社秋津丸と関西汽船の太平丸、音羽丸、山水丸との共同運航。そして、同航路、大阪徳島航路は当社、秋丸と関西汽船の金城丸との共同運航となる。 戦後の高度経済成長期には、鉄道の電化に伴う高速化や、自動車の一般普及による小口輸送のシェアシフトにより、価格線は利用が低迷。当社は社名を、阿波国共同規制から、共同規制に解消する。また大阪徳島航路、小松島航路を、価格線輸送からフェリー輸送に切り替えるなど、フェリー輸送へとシフトし、さらに大阪徳島航路に、うらら丸を、 また大阪小松島航路に秋きつ丸及びビザン、丸を新造投入、さらに強制汽船と共同で、和歌山新日光徳島交換にフェリー航路を開設し、フェリー航路を充実させた。一方、1975年には、神戸ス元航路を関西汽船から買収、引き継いだ、在来客船は1977年に廃止したものの高速艇を 増備増発し、大阪航路を開設、綱港で、鳴ると、徳島方面とのバス連絡を強化するなど全盛期を迎えた。しかしながら、明石海峡大橋の開通により、会社存続が困難になると予想されたことから、徳島阪神フェリーと阪神淡路航路の高速艇を最後に撤退、会社も解散となった。航路廃止時は、 総動型高速船7隻とカーフェリー1隻を運航していた。神戸航路に就航、航海速力30ノット。大阪航路に就航、航海速力38ノット。1974年春行、福岡造船建造。小松島フェリーのち徳島阪神フェリーに就航。客船、編集1936年11月春行。 大阪神戸小松島航路に就航。秋津丸の就航により1974年9月27日引退、約1、300万円で解体業者へ売却され、解体された。40年近くにわたって活躍し、引退までに約600万人を輸送した。989トン、全長60.0メートル、幅10.0メートル。 深さ4.9メートル、ディーゼル1機1軸、旅客定員708名。1965年3月竣工、佐野康史選挙建造。関西汽船からの引き継ぎ船。1977年9月前、便高速低下により引退。518.29トン、全長54.47メートル、幅8.6メートル。 喫水2.36メートル、航海速力15ノット、旅客定員567名、高速船、編集向行連絡船に要請された、潮風1973年竣工、隅田川造船建造、関西汽船からの引き継ぎ船、1976年竣工、美保造船所建造、1977年竣工、美保造船所建造、に、 国鉄に要請され、1986年7月8日から1990年3月31日まで、向こ連絡船で就航した。1978年春高、未保造船所建造。1978年春高、未保造船所建造。1978年春高、未保造船所建造。1979年春高、未保造船所建造。 1985年竣工、未保存船所建造、船舶整備公団共有。87総トン、全長28.1メートル、幅5.9メートル、深さ2.8メートル、喫水1.0メートル、ディーゼル2機、機関出力1500馬力、最高速力35ノット、航海速力30ノット、旅客定員150名。 1989年2月2日、乗員3人、乗客15人の死傷者を出し、うち2人が死亡した。犠牲となった1人は、大分県立別府青山高等学校の3年生の女子生徒で、兵庫県内の看護専門学校への受験の帰りに、事故に遭遇した。若くして亡くなった個人を忍んで、同高等学校敷地内に、ブロンズ像が1991年に、 混流されている。1985年春工、未保存選所建造。船舶整備公団共有。緑風の同系船。1986年春工、未保存選所建造。1986年春工、未保存選所建造。ありがとうございます。